私は今は龍が如くセブン続きやっていこうと思います。さて今回はね、一番の、生まれ故郷であるソープの風俗店ですねの桃源郷の様子を見に行くと、おっまあレベル4か、あ、ごめんなさいね、車ね。どうぞ、ちょっとバトルをしよう。さて18年経った今どうなってるかっていうね。よしよし、リズム気絶、ほいほい、どうしよう、気絶してるからこいつにも関心パンチ1回。やばい、 MP がね、とっておきだ。オッケー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 、こいつまだピヨってるか、オッケー。残りは普通に、よいしょー、よし。18年経ってるからね、なんか行かない方がいいとは裏ビデオパイセンに言われたんだけど、まあ気になるもんね。ちょっと何イチャモンサラリーマン、あ、レベル2か。じゃあ普通の通常攻撃でいけそうだな。うーん、オッケー。電話で誰か呼んでる。なんだと、なんだと仲間かよ、せっこいことしやがってよ藤本。あ、レベル1弱っ。よし、オッケー、おー、よかった、やった、強くなった気がするぜ。カリスマの説得っていうの覚えたな。スライムナイトにホイミスライムがついてくるようなもんかでもう少しでつくと思う。あ、まだか。どうやって行けばいいんだ。こうか、無料案内所。どこだ、こっちでいいのか。あ、あったあったあった。え、あ、ちょっと待って、看板がない。え、閉店しちゃったの。あ、桃源郷が、これで吹っ切れるってもんだ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな、おっさんお前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた、足立、その足立の親父すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。怖っ。そっから誰も寄りつかず、半グレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい、なるほど。長かったんだな、本当に18年って時間はよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや、中道通りのあれは見たか。え、新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。え、産経作戦の成果に後押しされて、都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。もう俺にはどうでもいいよ、そんなもん。カズが、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だどうだ、俺の話を信じるか、うん、はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。ほら、もうちょっとごねると思うけど。お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてえに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい。か、捜査に協力してくれって言ってたね。捜査に協力してもらいたいね。ですよね。何の捜査。お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて登場会を潰し、神室町に恩義連合を引き込んだ、うん、
ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見て。堀之内十郎、あれちょっと待って、警視総監、あれ堀之内、俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。あ、ね、堀之内って。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど、それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで東条会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは。おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ、とにかく会って話がしたい。そうだね。だよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。うん、でかい会合。うん、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報をつかめた。本当だよ、一免許センターの職員。刑事時代のコネを使ったんだよ、はあ、きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで。よくぞ聞いてくれた。おう、とりあえず足立についていくのが一番いいな。っていうかさ、堀之内十郎ってさ、あの和歌とキャバクラにいたじゃん、夢野さんのところ。あの時の警察官じゃなかった、確か。ちょっと人間同士がつながり始めたな、今まで出てきた人同士が。うわー、おるねー、ヤクザ。お、警察という着か。見てみろ、あの店、平安楼だ。平安楼、あの店は。なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ、えらい高いんだぞ。いや、でもおやっさんは昔約束してくれたんだ、あそこで北京ダック食おうって。そっか、その店だったか、北京ダック。俺を呼んでる。あ、どうした。場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっときっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ。待てって、会合は夜になってからだ。おまけにお前、東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。あ、そうなんだ。策って。その時が来るまで楽しみにしてろ。期待してんのかな。なんだよ、じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろ。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。あ、スマホ来た。スマホだよ、見たことくらいあんだろ。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。いえいえ、スマートフォン。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。分かった。はい、ポーズメニューからスマートフォンを選べるようになりました。メール受信、写真撮影、タクシー呼び出しが行えるようになりました。スマートフォンの機能は今後のストーリー進行でもって追加されていきます。はい、よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。わかりました。わーい、スマホゲット。じゃあ何するんだろう。この間なんかクエストとかやるのかな。残り10分ぐらい撮影時間残ってて、あ、これ右下のこのアイコンかわいいね。ドラクエみたいで、ドットの天下一通り。やっと夜になったな。あ、もう夜まで時間が進んでおる。準備済ませて足立さんどこ行くか。はい、ちょっと一回セーブしたいな。よし、セーブ。ちょっとスマートフォン使ってみるか。
スマートフォン。あ、なんかメールがめっちゃある。その他、人間力について。情熱、メンタル、優しさ、陽気、知性、おしゃれという6つで構成されている春日の人間性を表す力です。サブストーリーの選択肢などで熱意ある行動や知的な振る舞いをしていくことで成長していきます。人間力を高めることで進行できるイベントや使用できるジョブが増えたり、戦闘での状態異常にかかりにくくなるなどのメリットがあるので頑張ってアップさせていきましょう。あ、サブストーリー超大事だね。システム、あ、この辺はなんか全部、あれですね。説明的な感じか。オッケー。なんか装備品とか買いたいんだけど、どこで買えるんだろう。ポッポで買えるかな。おお、ヤクザさんがいる。ポッポ寄ってこう。ちょ、マジで、もうなんだよ、もう、こう、チンピラどもが。ミスや内藤。内藤が何レベル？レベル1か、弱っ。お前からだ。よいしょ。なめんなよ。わ、仲間呼びして、どっちヒンピラ。あ、よしよし、誰も来なかった。よし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 。オッケー。ほいほいほい。いいですね。大勝利ってか。よいしょ。ここで。いらっしゃいませ。なんか買っていくか。この辺はあれか、なんか全部、傷薬とか、ああいう感じか。なんか安くていいもの、買っていこう。パイン飴、80回復、300回復、90回復、何がいいか、納豆、レインボー満点、MP、何が一番効率がいいかな。唐揚げ弁当、やっぱお弁当かな。いや、まだ200とか HP ないもんね。まあ、パイン飴でも買っていくか。6個ぐらい？ OK。 あとなんか MP 回復系を、あ、特茶いいですね、体に。でもなんか回復量一緒で CC レモンの方が安いんだが。8個ぐらい、よし。ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえずなんか序盤のうちはさ、 HP と MP を回復できればどうにかなりそうな気がするからな。装備品買えるようになりたいけど、お店が分からんわ。よし、じゃあ行きましょう。あれ、足立さんどこだ。はい、ここで待ち合わせっつったのに。ごめん、ちょっと一度切れました。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。そのストーリーか、違うよね。もったいない、いつも言ってるだろう。ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい？なんか洋画の吹き替え出てきそうな感じやな。僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ないんだよ。ふう、やれやれ。あ、どうも。忙しそうなそこのあんた。What？この辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん？ Sorry、 僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そうかい。待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。あ、そう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 。ちょっと待てよ、電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな、僕がレクチャーしてあげよう。ありがとう。いいのか。なーに、お安いご用さ。おお、こら、見つけたで。もう逃げさんぞ、こら。出たわね、近江連合。近江連合、こんな時に。あれ、私じゃない。あれ、あれ、日光型。おお、ない落とし前つける気。日光型。Who are you？どちらさん？じゃあ、戻れ。わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん。我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな。僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ。
毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし客も入らん。時代も払えんわ。そこは君たちがもっと営業努力をしないと。まあね、そのせいでしょ、どうにもならんな。もともと不良物件やったんちゃうんかい。倍額で買い取れや。わお、ナイスジョーク。おとり、大見連行舐めとるか。待てよ。なや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。うん、用があんなら列に並びね。そうそう、順番順番。やった。何やと。ちょ、待ってください。こいつ、またスーツのもじゃもじゃ頭や。あ、ほら、兄貴たちが言うてましたや、登場会の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんた、ニック大型だったか。危ねえからちょっと下がってな。はい、ここは任せちゃっていいのかい。任せろ。ああ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。こっちこっち抜かしよって、いてまうとこら。ニック大型もう見た目からしてお金持ってそうだもんね。ちょっとやってよ。オミ連合組、よし、久しぶりにやるわこのゲーム。どっちが強いな。あ、レベル2のやつは通常攻撃で倒せそうじゃない。どうだろう。見て、出血。痛いよー、出血。オッケー、こっちやろ。オッケー。おー、危ない。じわじわ崩れていく感じやな。ほい。お、いいねいいねいいね。気絶。ピヨピヨして。立て直さねえと。よし。見せてやるよ。こっちを。で、野獣も湧いとるやんと。よしよし。あともう一回。うっ。ちょっとしんどいな。これ待てる方は治るのかな、状態上。ほい。よし。雑魚がよ。ああ、痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか。まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては優良物件さ。へえ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ。あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね。何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス、さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定、彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。うん、要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。クソが、それでもほんのじゃ。切れ物やな、ニック大型。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。そう、スマホの使い方を。へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック大型だ。今回は助けられたね。感謝する。ありがとうございます。で、それはそうとさ。そう、電話のかけ方。スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。
じゃあ早速教えよう。1番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。機械落ちそうだよね、一番。しまして、よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい？お、メルトモができた。これからはメルトモだ。なあ、まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所も出てきたばかりだ。ハハ、ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺した。おっと、そうなのかい？それはまた。ずいぶんとバカ正直な男だね、君は。ますます気に入ったよ。おお、そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。え、ちょっと気になるね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。へえ。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはないな。まあ確かに。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お、じゃまたな、一番。あ、ありがとうございました。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。あら、これはちょっと。ああ、来たわね、親父。なんだよ今のあいつは。足立、俺の初めてのメル友だよ。足立さん。そう、理解者ができた。あ、そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせっつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋に。で、久々に特盛頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね、おっさん。たく、たく、お前の方はどうなんだ。これから近江の買い物に潜り込むんだぞ。あ、そう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 、しっかり準備できてんだろうな。一応買い物はしてきたよね。おい、体力回復できるもんや防具くらいコンビニは。質屋ってどこ。そういえば質屋で買えるんだ防具。へえ。じゃあマップないの。マップ、マップ、マップあった。質屋、マルハン、ポッポ。質屋で防具を買うのか。恵比寿屋って何。あ、ここで買えるのかな。じゃあちょっと行ってみよう。っていうか、あんまり金ないんだよな、そういえば。買い物しちゃったもんね。よいしょ。ちょっと移動しよう。あ、ここだ、質屋。よいしょ。初めて来た。いらっしゃいませ。お、買いに来た。何を買えるの、私。おぉ、穴開き麦屋帽子、汚っ。使い古した革靴。何これ、250万とかバカじゃないの。イーチンタロット、ヘルメット、3000、今2178円あんのか。まあでもないよりあった方がいいよね。ハゲナイフ。てか1番って何持てるんだろう。煙玉、ハーデスのメダル。どれが上がるんだ？あ、なんかこれ雷耐性がついてんじゃん。汚いけど。じゃあ買っとくか。装備。よし。あと買えるのは、これ靴も買えるのか。よいしょ。ありがとうございました。よし。あ、え、どうなんだろう。ちょっと装備。装備装備。あ、よかった、靴履いてますね。じゃあとりあえずこれで行きますか。じゃあ戻ろうと。目的地はどこだ。あ、ここか。よし、じゃあ戻ります。よし、じゃあ行きますか、足立さん。おい、はい、 OK、 行こう。よし、
だって近江連合の会合に、でさっき言ってた店に入るための柵ってのは何なんだ。おう、これだ。はあ臭そう。おい、反対側手伝え。マジか。ねえ、あんま入りたくないよね。てか入ったことないけど、マンホールの下。よしじゃないよ、私とあんたも行くのかよ。ああ、当たり前だろ、荒川と話してんのお前だけじゃねえんだ。やっと警視総監とのつながりを聞き出してその証拠をつかむ。俺がお前と組んだのはそのためだ。足立さん、天然間際のだろ、年寄りが無茶すんなって。お前俺にそんな口聞くのか。誰のおかげで荒川の居場所が分かったと思ってんだ。あんただよ、揉めてる場合じゃねえだろ。ここから先は一年卓上で行かねえとお互いやばいことになりかねないんだぞ。俺もお前の手伝いをした。だからお前も少しは手を貸せ、貸してくれ。クソ、分かったよ。ここで仲間になるのか、足立さん。よし行くぞ足立。なあ、けど免許センターのおっさんが警視庁のトップ、あ、そうだよ、警視庁のトップとどんな因縁があるってんだ。知りたいか。ぜひ知りたいね。一年卓上っていうくらいだったら隠し事はなしだぜ。じゃあお前も教えろ、鈴森撃ったのは誰だ。俺だ。何が隠し事なしだ。ほら行くぞ。くそ、やっぱおやさんのこと、おやさんのなんだろうな、こう恩義をまだ感じてるんだよね。はあ、ジャジャーの時もなかったかよ、マンホールの下に。本当にこんなところから行けるのかよ。うん、あのビルに繋がってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。はい、これバトルとかになんない？あ、え、バトルすんの？なんでお前らがいるんだよ。レベル4。俺の番だな。この審判地行くか。よいしょ。おお、これで。あれか、足立さんも操作できるようになんだね。え、足立さん何やるの？ちょっと待って。極技、打ち崩し。殴りと蹴りで敵一体にダメージを与える。確率で敵を怒り状態、ほ、刑事の煽り。元刑事の話術で敵全体煽る。確率で敵を怒り状態にする。ほう。かかってこいよ。どうしよう。じゃあ打ち崩しってのやってみますか。おっほー。オッケー。え、ちょ、危ないことするじゃん。ちょっと危ない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 、こいつやろ。オッケー、大きい。どうするかね。おお、強いんじゃない？ナイス。強くなった気がするぜ。何これ？調べる。謎のキノコ怖っ。ちょっといいのかこれ。もらっちゃって。おい、お前。あ、三人組。なんかもう顔を出すな。いやー。ボクサー、ボクサー崩れ、なんでおるねんってな、ここにな。見せてやるよ、とっておきだ。ほい、一回ずつやってた方がいいか。ほい、いてれれ、21って痛くないちょ。親父、無理すんな。オッケー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 、飯島。よし、行くぞ。避けるタイミングがようわからんな。見せてやるよ、とっておきだ。今回ちょっとここのちょっと危ない通り抜けたところでやめとくか。一回ずつだ。オッケー、島田。やってみろ。そう、老人には優しくしてくれって。見せてやるよ。とっておきだ。ほい。いいですね。オッケー。まだいそうだな。あ、いるね。ちょっと。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。ほい。どうするかね。強い
41とか食らうね。せいや、俺の番だな。見せてやるよ。取っておきな。はい。俺の番か。打ちこぶしあれなんだね、三角だね。よいしょ。100万年早いんだ。はい。ふんふん、かわいいんだけど、足立さん。めっちゃおる、めっちゃおる。お、なんだこれ、アイテムやん。お、高級ボール。え、なに？なんだ？お、攻撃用アイテム、敵一体に打撃属性のダメージ。あ、そうなんだ。へぇ、投擲武器みたいなもんか。お、なにこれ、回復スポットっていうのがある。回復スポットにアクセスすると HP、MP を回復することができます。無料で使用可能なので積極的に活用しましょう。セーブポイントにアクセスすると任意でセーブすることができます。へえ。じゃあここでゴールか。じゃあセーブしときましょう。よし、じゃあ今回ここまでかな。おお、すげえ。こんなことができる。あ、なんかアイテムがあるな。よし、汚れた手ぬぐい。じゃあ次回ね、この先かな、やっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。